アンドレイ・イバノビチはイバン三世の罰子。母はモレアス先生校、ソマス・パレオロゴスの娘で、ビザンツ皇族出身のゾエ・パレオロギナ、ボロコラムスク、スター・リツァを分領として与えられた。1505年にアニバ・シーリー三世が即位したとき、アンドレイは14歳だった。他の兄たちと同じく、アンドレイもまた対抗に、四次が生まれるまで結婚を禁じられた。 その世継ぎが生まれたのは1530年と遅かったが、1532年大公家に二番目の王子が生まれると同時に、アンドレイは妻をめとるのを許された。数ヶ月後の1533年2月2日、アンドレイは、ゲデミナス朝の流れを組む皇女エウフローシニーや、アンドレイブナホバンスカヤと結婚し、同年の暮れに、一人息子ウラジーミルが生まれた。 1533年3月に、バシーリー三世が死去すると、アンドレイは、家父となったエレナ・グリンスカヤに、治療の過剰を要求したが、エレナはこれを拒否したためアンドレイは腹を立てて、スター・リツァに戻った。治療への期間直後に、アンドレイは、唯一生き残っていた兄ユーリーが捕らえられて酷死した、ことを知った。このため彼は、モスクワを訪れるようにというエレナの必要な誘いに、乗らず、 三年間をスターリツァでの陰性生活に費やした。この間アンドレイは現在に残る美しい聖堂を混流している。1537年、アンドレイが隣国リトアニアへの亡命を計画しているという噂が流れた。これを聞いたエレナはリトアニア国境を封鎖し、アンドレイを逮捕させるべく長身、イヴァン・オフチー認定レプニエフ・オボレンスキー公を急破した。アンドレイは ノブゴロドに逃亡して支持者を募ろうとしたが、軍を組織するほどの求心力もなく、オボレンスキーに投降した。彼は、モスクワで尋問された後、祭司と共に投獄された。アンドレイは、その数ヶ月後に酷使し、スター・リツァの分量は、息子ウラジーミルに相続された。ありがとうございます。